はい、今平尾台に来ております。風がね結構涼しくて30度ね。今日はちょっと行かないみたいなのでね。のきさん、平尾台のね、のきさん行くんですけど、余力があればちょっと大平台場までねちょっと行って、この羊の背中みたいな岩をねちょっと眺めながらちょっとハイクを楽しんでみたいと思います。はい、今から中峠に向かうところですね。気温がね、涼しい。もう今までの30度あたりのね気温から比べるとなかなかさすが平尾台ですね。涼しい。今日はちょっとね平尾台ね涼しくて足り日ですね、ちょっと曇りぐらいで風が通るので、ね、気持ちいいです。はい、それではまずは岩山を、目指します。楽しみ。はい、平尾台の軒さんの、山頂からのねちょっと景色です。結構人気なんでね、なかなかこう独り占めってわけにはいかないですね。ちょっと山頂標識の前はねちょっとしますので、これから映像にしていきます。はい、もう気温は24度ぐらい、結構涼しいですね。夏の終わりを感じる平尾台のぬきさんからのね、ところです。ちょっとカルスト台地感がですねある感じじゃないですけど、帰りにちょっと岩山のねちょっとカルスト台地感を取ってちょっと戻りたいと思います。はい、残念ながらですね、三脚の絵が、のきさんの下山時に、滑って転んで折れてしまいました。悲しい。
はい、今回ちょっと広尾台からですね、貫山大平山のコースだったんですけど、貫山を経て、岩山っていう楽々コースにね、ちょっと変更して、お送りいたしました。こちらの親子登山の動画参考になりましたら、チャンネル登録をお願いします。